先週道東の別海町の牧場で子牛8頭が熊に襲われたことを受け、被害に遭った牧場が牛舎に防護柵を設置しました。21日朝、別海町の牧場で熊が生後1ヶ月ほどの子牛がいる牛舎を襲い、4頭が死に、他4頭も怪我をしているのが見つかりました。熊は牛舎の出入り口にかけられた厚手のシートを破るなどして侵入したとみられ、牧場は昨日、牛舎に高さ2メートルの金属製の防護柵を設置しました。牧場の敷地内には別海町が箱罠や監視カメラを設置していますが、これまでにクマは確認されていません。クマの専門家と相談しながら、施設内もしくは建物内に、周辺に電気柵を設置する今計画を立てておりますし、被害の発生から8日、別海町と警察はクマへの注意を呼びかけています。